それでは今回も二次方程式がの解がある条件を満たすときにその二次方程式の係数を M を定めてくださいという話で、で、異なる2つの解と言ってるがこれだけじゃ定まんないかな、その条件が何であるかというのをこの問題ではちょっと後で書いていて、このカッコ1とかいうのがいかにも嫌な感じで後からカッコ2とかカッコ3出てくるのを物語ってますけど、まあその通りなんですが、ちょっとスペースの都合で順番に一個一個やっていきますけど、と2つの解が共に1より大きい時っていう条件で、で異なる2つの解としか言ってないんですが、それが1より大きいというの代償関係が存在する世界で考えてますから、これ実数解です。でこの実数解であるという条件はこの次のようなの中身から出てきてるので、この次のような異なる2つの解って言われた時点では異なる2つであることしか分かってなくて、実数か虚数かとは何とも言えないと。でこの M が何だかもわからないから、 M も実数かもしれないし虚数かもしれないわけです。で虚数係数だとだから異なる2つに一方が実数もう一方虚数みたいな状況あるわけですが、で2つの解が共に実数だったらこの定数 M っていうのは実数じゃなきゃいけないと言おうと思ったんですけど、実はもっと強いことが言えていて、定数 M の値には範囲があるっていうんですから、のこれ M は実数なはずなんです。はずだけど、この問題が実はそれを裏切ってくるかもしれない。なんか大学入試とかではそういう怖いのが稀に出て、なんか喧嘩になったりすることもあるので、多分 M は実数だと信じてても悪くはないですが、数学の何でもありの世界に行ったらそうとは限らないので慎重に。の M の値の範囲って言ってるから多分実数。書いておきましょうか。値の範囲って言ってるから多分実数です。まあどうせ実数なんですけどそうでないと問題がややこしすぎて大変なことになりますが、でまず2つの解が共に1より大きい時に M の満たすべき条件を求めたいですが、とこれもと二次関数のグラフではなくて解と係数の関係を使っていきたいなと思うわけです。で、与えられた方程式の解2つを α と β と置く。で、さらに2つの実数解を持ってくれる条件から判別式も記入しておきましょうか。を D と置くと、求める条件はだから最終的に M の満たすべき条件はと判別式は正だから、2つ実数解持ってくんなきゃいけないから、かつ2つの解が共に1より大きいから α が1かつあより大きいかつ β が1より大きいで、ただこの α と β を単品で求めるということはしない。なぜかというとガリッと解いても M が入りっぱなしになってなんだかわからないから。で、α と β について対象になってるから対象式が得られて解と係数の関係が使えるようになるということをもう目論んでいくわけですが、とでちょっと一旦もう書いておきましょうか。これ D が正を条件丸1として α と β が1より大きいを条件丸2としておきますと、ここでと丸2 α が1より大きいかつ β が1より大きい、もう当たり前で分かってるかもしれませんが α が引く1が正かつ β 引く1が正であと同値であって、これは2つがの次数が共に正っていうのは足して正かつかけて正、これ必要十分です。でとこれをじゃあ一回展開しておきましょうか。アルファ足すベータ引く2が正かつアルファベータ引くアルファ足すベータ足す1が正で、この条件2つにばらせたので、まあこっちはもっともっと条件2つではあるんですが、アルファとベータ単品そのものだと解かなきゃいけないので、のアルファベータとアルファ足すベータを使った式に条件式に書き換えました。でここの2つの条件を同じの2つあると
丸3と丸4としまして、したがって求めるべき条件はと丸1かつ丸3かつ丸4です。でどうしようかな、ちょっと忘れないように丸1から先にやりましょうか。ここで判別式は D でいきたいですけど、ここに2がいるので4分の D でいきましょうか。そうするとマイナス M の2乗かける2次の係数1かける 2M2 乗引く5で M2 乗引く 2M2 乗足す5はマイナス M2 乗足す5なので、丸1っていうのはマイナス M2 乗足す5が正であるということは、M はマイナス5より大きくてルート5より小さいと。で、あとは丸3と丸4ですが、これはアルファ足すベータとアルファ足すベータが現れてくれているので解と係数の関係が使えて、こういうことを喋りながらさらっと順番になんとなく書いていくと聞いてて分かってる気分になるかもしれませんが、実際にこれ自分で答案に順番に論理的に意味が通る順序でちんと書く、じゃあしかも必要な論理を漏れなく書く、計算用紙みたいに数式だけあるようにしないということを丁寧にやるのは意外と大変なので、もう実際何も見ずに真っ白な紙に書くという練習をぜひ積んでほしいわけですが、解と係数の関係そのものアルファ足すベータはマイナス1分の 2m で、アルファベータは1分の 2m2 乗引く5で、これを代入すると丸3、条件丸3は、マイナス 2m 引く2が正であって、これは m がマイナス1より小さいという条件ちょっとこの計算丁寧に確認しながらいきますけど、で、もう一つ丸4というのは、2m2 乗引く5、アルファベータ引くことの、アルファ足すベータマイナス 2m 足す1が正であって、これは、2m2 乗足す 2m 引く4が正ですから、2でくくると、M 足す2かける M 引く1が正で、それは M はマイナス2より小さい、またはと普通カンマで書くけど丁寧に論理を明確にするためにまたは M は1より大きいと書いておきます。で、丸1と同値が M の言葉で言うとマイナスルート5とルート5の間にある。で、丸3と同値が1より小さい。で、丸4と同値が、マイナス4より小さいまたは1より大きい。で、以上の共通部分を求めますと、もうこんな作業も散々慣れてるかと思いますけど、マイナスルート5とプラスのルート5がここにあって、あとこれ本当は数直線上でこう、なんかの短い縦線で置くべきであって、今端っこが真の不等号で入ってないから白丸ということで初めから白丸で書いちゃってますけど、この丸はそういう意味です。ここはもし等号配慮だったら黒丸にしてこの線を縦垂直にするということを丁寧にやってください。なんか2列のやだな。で、M がマイナス1より、これが条件1ですね。で、 M がマイナス1より小さいのは、マイナス1どこら辺にあるんだ、マイナス1このぐらいの値にやってほしいかな。で、マイナス1より小さい、これが条件丸3で、条件丸4は、マイナス2より小さい、ちょっとゴテゴテしてきましたけど、マイナス2より小さいまたは、1より大きい、高さ揃えましょう、丸4と。で、丸4の2つはまたはであって、で、丸
1かつ丸3かつ丸4の3段全部満たすのはこの間だけです。すなわちこれ見えますかね、以上より求める M の範囲は -√5より大きくて、マイナス2より小さいというふうにも決まります。で、この時と与えられた二次方程式は異なる2つの実数解を持っていて、その2つは共に1より大きいと。もちろん二次関数のグラフで書いても1より大きいところで X 軸と2点で交わっているというふうに書けると思いますけれども、そのことは確認しておいてください。まあ、あるいは M の値を具体的に取って解いてみるということはできます。で、これが括弧1というのは、まあ、この問題の解像のしがいがあって。